寝不足です。すいません、寝不足。どうも皆さん、こんにちは、ケンイチチャンネルです。あれなんかわかんないけど、みんな寝不足そうな顔してるね。どうした、みんな。なんか理由あるね、これね。集団感染かなんかかな、これ。ドラクエ集団感染してる。可能性も、あれ、もう理由一つかよ。理由は一つかよ。というわけで、今日の動画なんですけど、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったものの話をダダダダッとまとめてお話ししていく、画期的で斬新だ。逆だね。斬新で画期的だってことは、寝不足だから仕方ない。まあ、今週一番の話題といえば、やっぱりこれですよね。HD2D 版のドラゴンクエスト3がついに発売されました。もう今ね、SNS でもすごい話題ですし、多くの人が遊んでるんじゃないかなと思います。ドラゴンクエスト3は1988年にファミコン用のゲームソフトとして発売された伝説的な RPG 作品なんですけれども、まあ、当時社会現象にもなっておりまして、発売日にはね、多くの人が朝から電気屋さんにゲームソフトを買いに行ったり、会社や学校を休む人たちも続出。それこそドラクエを買った人を狙ったドラクエ狩りなんていうのもあったみたいですね。怖い時代ですね。いや、それこそ昔ね、ナイキのエアマックスとかめちゃめちゃ流行ってましたけど、エアマックス狩りとか言って、人が履いてるエアマックスを脱がしてぶんどっていくなんていうとんでもない輩までいたわけですからね。まあ、エアマックスに関しては売れば金になる、だからそういうことも起きるんだろうなと思うんですけれども、当時のドラクエに関してはひょっとしたら遊びたいがためにぶんどっていた可能性も高いかもしれませんね。当時ドラクエ狩りをしていたヤンキーたちも、ひょっとしたらこのドラクエ3を買ったのかもしれません。現代のゲーム事情ではダウンロード版での購入ができたり、オンラインショッピングで配達が可能であったりと、当時のように大行列を作って購入するみたいなことは起こらなくなりましたが、それでも発売日の朝には電気屋さんにパッケージ版の購入を目指して並ぶ人たちがいたみたいです。昔ファミコン版のドラクエ3を並んで買った人たちなんかは、また今回も並んで買おうなんていう粋な気持ちにひょっとしたらなったかもしれないですよね。当時大行列を作っていたビッグカメラ池袋本店には、ドラゴンクエスト3の発売を記念して、店内にはロトの鎧などの特別展示を行っておりました。触ったり中に入ったりすることはできませんけれども、フォトスポットなんかはありますね。これ並んで写真撮りたいっすよね。いや、でもこういうのが用意されてると、まあ、ダウンロードで購入できる現代とはいえ、お店まで足運んでよかったななんて思うかもしれませんね。これらの展示はビッグカメラ池袋本店、ヨドバシカメラマルチメディア秋葉店、ヨドバシカメラマルチメディア千葉店といくつかの店舗で行われているみたいです。飾られてるものはそれぞれ違うみたいですけれどもね。お近くにお住まいの方は見に行ってみてはどうでしょうか。札幌でもやってたら私も見に行きたいな。そんなドラゴンクエスト3、パッケージ版にも嬉しい仕様が施されておりまして、新しいアートデザインになっているこのパッケージなんですが、実は中を開けるとこのようにファミコン版やスーパーファミコン版のパッケージイラストが用意されているんですよね。ちょっとファンサービスが過ぎるでしょうこれ。正直ダウンロード版で購入した私もパッケージがめちゃくちゃ欲しくなりました。まさか2024年にドラクエ3熱がこんなに加熱するだなんて思ってもいませんでした。個人的にね、ちょっと粋だなと思うのが、これゲームのタイトルが、まあ、当時のままなんですよね。ドラゴンクエスト3そして伝説へなんですよ。リメイクとか HD2D とかゲームのタイトルには一切入れてないんですよね。なのでドラクエ3遊ぼうぜっていうね、まあ、当時のまんまの呼び方で OK っていう、なんかそこもちょっと粋だなと思っちゃったりもしてる次第でございます。まあ、当時と違うのは、今はゲームを遊べる手段が様々にあって、それらの手段全てで発売されているということ。このドラゴンクエスト3はパソコン版でも発売されているんですが、 Steam でも結構大盛況でして、同時接続数が最高3万7千人まで上っているみたいです。まあ、多くの人が Nintendo Switch や PlayStation で遊んでいるということを考えると、パソコンでもこれだけ多くの人が同時に接続しているっていうのはかなり大盛況になっているなというのが伺えます。だってスチーム版の日本国内での売り上げ余裕でトップですよ。それどころか全世界の売り上げで見ても6位にいるんですよね。日本での売り上げが中心なのに世界規模で見ても6位まで押し上げてるって、日本でどれだけ売れてるんだよっていうのをちょっと感じますよね。あ、しかし、あ、パソコン版ではそんな大盛況なドラゴンクエスト3をはるかに凌駕する人気のゲームがつい先日発売されたんですよね。それがこのゲーム、ファーミングシミュレーター25。なんと連日同時接続数10万人を超えてるんですよね。何なんだこのゲームは。このゲームはですね、本格農業シミュレーターゲームとなっておりまして、ゲームを開発しているのは
ジャイアンツソフトウェアというところなんですが、日本での販売はセガが行っているんですけれども、広大な土地で農業を体験するリアルシミュレーションゲームとなっております。まあ、作物作るんですけれども、まあ、農業器具がたくさんあって400以上もあって、で実在するメーカーの農業器具が用意されてるんだそうです。で最新作は私もまだ遊んではいないんですけれども、過去作を何作かプレイしたことがあるんですけれども、実際に農業器具を動かすのはすごく細かい部分まで動かすことができて、かなりリアルな農業体験になってるんですよね。リアルすぎてめんどくさいまでありえるんですよ。農作物を作って、それらでお金を稼いでいき、新しい農業機械を手に入れて、さらに新しい作物を作っていくだけではなくて、家畜を飼育するなど畜産業を行ったり、林業などもすることができたりと、なんだかわかんないけどめちゃめちゃ幅広いことができる農業シミュレーションゲームなんですよね。一人でも遊べますし、6人でのオンライン協力プレイもできちゃったりと、めちゃくちゃマニアックな内容なのに、なんだかいろんなところにまで手が行き届いてるゲームなんですよね。まあこのゲームは毎年発売されていて毎年人気なので、ご存知の方も多いかもしれませんが、いやまさかこんなに人気になってるだなんてね。まあ、シリーズの累計で3000万本以上売れてるらしいので、まあそりゃそうなのかなんてね、ちょっとね納得しちゃいました。日本ではドラゴンクエスト3がめちゃくちゃ人気になっており、海外では農業体験が大人気になっているというすごい出来事が起きてる先週でしたね。では続きましての話題いきましょうか。ですね、そろそろブラックフライデーセールみたいなのちょっと皆さん意識してくる頃ですよね。先日私も、子供のおもちゃを見に行ったら、トイザラスとかブラックフライデーセールバーンって貼ってありましたわ。貼ってありましたわ。でですね、プレイステーションのブラックフライデーのセールがおそらく今週の22日から来るだろうというふうに言われております。プレイステーションのイベントっていつもね、火曜日ぐらいに更新されるんですよ。だから通常 PS ストアのセールってだいたい火曜日終わりになってるんですが、今やってる11月のお買い得セールって11月22日までになってるんですよね。だいたいセールが終わる日に次のセールが始まりますので、11月22日で間違いないかなとは思うんですが、この情報どっから来てるかっていうと、ビルビル君っていう多分ヨーロッパの方なんですけれども、いつもねゲームの情報でまだ発表されていない内容とかズバッと当ててきちゃう方がいらっしゃるんですけど、その方がおっしゃっております。まあでも次のブラックフライデーセールが11月22日だっていうのはさっき言った内容から、まあ私でもある程度予測はつくんですけれども、ビルビル君はその内容までお話しされております。どんな内容かと言いますと、 PS5 の本体安くするよっていう話です。来たかこれ。いやところがですね、まあ水曜日のゲームニュースまとめの時にもお話ししましたが、 PS5 の本体はひょっとしたら日本では値下げは来ないかもしれません。いつも日本では値下げされなくて海外では値下げされてるっていう、そういうパターンですからね。まあこればっかりは為替の状況とか経済の状況とかいろいろあるので、どうにもならんところではあるのかもしれないんですけれどもね。今回ビルビル君が言っていたどんな値下げが来るかっていうその内容なんですが、 PS5 の本体が 549.99 ユーロ、まあほぼ550ユーロですけど、そこから 474.99 ユーロ、約70ユーロの値下げが行われると。デジタルエディションに関しても同じように70ユーロほどの値下げが行われると。あとは PS5 でフォートナイトとのバンドルをやってる本体もあるんですけども、そちらも同じように値引きされるというようなことをおっしゃっております。あと水曜日の動画でもお話ししたんですけれども、先日公開されたプレイステーションのプロモーション映像の中に、海外向けには PS5 デジタルエディションを値引きするような広告が挿入されていたらしいんですよね。まあその広告はすぐに削除されて修正されたものがアップロードされたみたいではあるんですけれども、まあいずれにしてもですね、どうやら PS5 の本体の値引きが行われることは確率としては非常に高そうです。海外では日本では激薄だと思います。まあ、とはいうものの、年末の一番大きいセールが来る直前なわけですからね。まあ、今週の週末ぐらいまでお買い物は待ってもいいのかもしれませんね。ビルビル君曰く PSVR2 とかも値引き来るよって言ってるらしいんですけど、 VR2 は日本でも値引き来そうなんだよね。ちくしょうそっちはすこぶる来そうなんだよね。ねえ、まあ日本にもね、なんかお得なの来てほしいですよね。いや、それこそまあ本体とかは無理だったとしても、なんかゲームソフト。PS ストアでもセール絶対やるから、
そっちの方でもちょっと期待したいところではありますよね。あ、そうそう、プレイステーションといえばですね、PS プラスのゲームカタログで新しいゲームのラインナップが紹介されておりました。ラインナップはこちら。ちょっと待って、めちゃくちゃ豪華なんですけど今回ちょっとこれやばくないですかね。日本のプロモーションの場合メインに据えられているのが龍が如く維新極みとなっております。海外ではね、ここダイイングライト2がメインに座っておりましたけれども、でそれ以外にもグランドセフトオート5とか、ちょっとマジですか、こんな黙っててもまだずっと売れてるゲーム、ゲームカタログ入れちゃっていいんすかね。いよいよ新作の登場が近いのかっていうのを感じさせるようなラインナップとなっておりますよね。オーバークックだとかデジモンサバイブ、シムズ4もね、すごい人気のゲームですけれどもね、非常に熱いラインナップとなっております。まあ今でもいろいろみんなゲーム忙しいと思うんだよね。ドラクエロマサガメタファーと RPG ラッシュを私は今まさに食らってる最中なんですけれども、まあ、RPG ばっかり遊んでちょっとお腹いっぱいだなと思ったらこっちのゲーム遊んでみるのもありかもしれませんね。いや、まあ本当に今年は1年通して素晴らしいゲームがコンスタントにどんどん出てくれた、そんな1年でしたよね。そうなってくると今年のゲームオブザイヤー何がノミネートされるのかななんていうところもとても気になるところです。日本時間でいうところの火曜日ぐらいかなに、ゲームアワードのノミネート作品が確か発表される予定となっているはずです。一体何がノミネートされるんでしょうかね。でね、ゲームアワードのノミネート関連で一つちょっと話題がありまして、ゲームアワードの公式サイトの FAQ のページにて、ダウンロードコンテンツ拡張パックリメイクリマスターは対象となりますかという質問がありまして、その回答としてリリースの形態に関わらずダウンロードコンテンツやリメイクリマスターでも審査員がふさわしいと判断した場合はノミネート対象になりますというふうに記載されております。これがちょっと話題になっておりまして、この記載って以前まではなかったみたいなんですよね。どうやらここ最近で書き換えられたみたいなんですよ。なんでこんな書き換えが起きたのかって言われると、おそらく今年のノミネートに関する理由なんじゃないかなと思います。まあ、リメイク作品っていう意味でファイナルファンタジー7リメイクはおそらく高い確率でノミネートされますし、なんならゲームオブザイヤーの確率が非常に今高そうかなと思っているんですが、それ以外にもエルデンリングのダウンロードコンテンツが今年発売されておりましたよね。ダウンロードコンテンツだからさすがにゲームオブザイヤーにノミネートはされないんじゃないかなんて思ってたんですけれども、この内容を見るとありえますよね。っていうかここ最近でこれを記載したのってどう考えてもエルデンリングの DLC がノミネートしそうだからでしかないかと思うんですよね。ちょっと待って、そうなってくるとですね、さすがにファイナルファンタジー7リマースもちょっと危うくなってきて、エルデンリングの DLC あれすごかったですからね。さあこれわからんくなってきたぞ、これマジで。アストロボットもすこぶるゲームオブザイヤー輝きそうなので、今年のゲームオブザイヤーもすごく波乱ですよね。皆さんは何がノミネートされると思いますか。私は今言った3本にプラスクロシーンは悟空はちょっとノミネートされないとすごく違和感を感じるなとは思っております。でもサイレントヒル2もね入ってきそうな気がしますしね。いや今年だって考えたらでも確かにリメイク多いもんね。まあ、何がノミネートされるかに関しましてはもう間もなくでわかるかと思いますので、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。ジェフ、では続きましての話題です。2020年に超話題になったゲーム天水の桜姫、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。いや覚えてるに決まってますよね。インパクトの強いゲームでもありましたし、今年の7月からですねテレビアニメなんかも放送されておりましたが、天水の桜姫は2020年に PS4 と Nintendo Switch そしてパソコン向けに発売されました。横スクロールのアクション RPG なんですけれども、それだけじゃなくてですね 3D のパートで米作りをする稲作パートがありまして、この稲作パートがやたら細かいで話題となったんですよね。それこそ農林水産省のホームページが攻略ウィキに当たるよねみたいなことが話題になるぐらいガチで米作りさせてくるゲームとして、めちゃくちゃマニアックなゲーム作りだったにもかかわらず、キャッチーなキャラクターと世界観とそのこだわり抜いたゲーム作品で大きな話題になりましたよね。その天水の桜姫から一気にいろんなことが発表されました。
もうここにドンと出ちゃってますけれどもね。一つはですね、スマートフォン向けのゲームの制作が決定しました。なんかね、東方が展開するゲーム事業レーベル、東方ゲームズが作るんだそうです。新しいキャラクターなども展開されております。そしてですね、アニメの2期も制作決定したようです。そしてですね、コンシューマー向けの最新作制作も決定したと発表されました。桜姫2ではなくて、桜姫外伝、心輪と創世の歯車という形で、別のキャラクターが主人公を務めるようです。桜姫の親友にあたるキャラクターですね。ティザートレーラーと公式サイトが公開されただけで、まだね、制作決定っていうことを発表した段階なので、発売に至るまではまだもう少し先なのかもしれません。どんなゲーム性になってくるのかとかっていうところも不明です。まあでも、米作りはもうないよね、こうなってくるとね。心輪姫ならではのゲームプレイが用意されるのではないかなと思いますけれども、次のゲームもですね、こだわり抜いて作られてくるゲームが生まれてくることを期待いたします。こだわりのゲーム作りといえばですね、今年サービスが開始されました The First Descendant、 こちらのゲームもですね、今後すごいこだわりのアップデートが来るらしいんですよ。13日に発表された内容によりますと、新たな物理演算ジグルフィクスを実装する予定であるということなんだそうです。まあもうその名の通り、揺れはね、すごいやっぱり大事ですからね。ゲームにおける揺れっていうところに関してはね、それを物理演算の処理でもうほんとなんかリアルに、時にはリアルを超えていやらしくしてくれるとなると、それはもうこだわりのゲームプレイですよね。ちょっと待って、ザ・ファースト・ディセンダントって言ってどっちに向いてるゲームなのかな、どっちの方向向いちゃってるゲームなのかな。なんかでもユーザーから多くの要望が寄せられていたんだそうな。ただね、どうもね、その揺れって言っても紳士的な揺れということなんだそうです。紳士的、あくまでも紳士的な。え、こっち？え、こっち側？ね。こっちが揺れる？ファーストディセンダントは現在シーズン1が展開されておりまして、確か12月5日かな？ 12 月5日からシーズン2が開幕となる予定となっておりますのでね。始めるなら今のタイミングなのかもしれません。基本プレイ無料ですから。まあ、新しいアップデートだけではなくて、新しく発売されるゲームなんかもあります。それこそ今言ったファーストディセンダントの12月5日と同じ日にちに、このゲームが発売されます。インフィニティ2期。PS5、パソコン、スマートフォン向けに、リリースされます。これ有名な2期シリーズの最新作となっております。って言われても、2期シリーズはあまりにも日本ではメジャーではないですよね、おそらく。奇世界ゲームとなっている2期シリーズ、世界的にはすごく人気があって、全世界1億ダウンロードを突破しているということなんだそうですよね。まあ1億ダウンロードっていう響きの通りですね、まあ主にスマホとかで人気を集めていたシリーズとなっておりますけれども、今回これ初めてかな、コンソール向けにも展開されるという形になりました。可愛い主人公と可愛いキャラクター、そして美しいグラフィックに広大なオープンワールド。奇世界をすることで主人公の2期が様々な能力を使い分けるということなんだそうです。でもね、2期シリーズやっぱりすごい人気高いみたいで、このゲームすでにですね、事前登録者3000万人を超えているんだそうですよ。12月5日リリース予定で、基本プレイ無料という形のゲームとなっておりますので、まあ、気になる方はぜひね、プレイしてみてはいかがでしょうか。12月だとちょっとまだ先だよねっていうこともあるので、今週発売されるちょっと注目のゲームいくつかありまして、一つはストーカー2、ハート・オブ・チェルノブイリ。水曜日の動画でも取り上げましたけれどもね、リアル志向の FPS ゲームとなっております。ちょっとま、硬派な方々はこのゲームに飛びつくんだろうなと思っております。まあ、私もめちゃくちゃ硬派なので、やっぱり、すごく気になってますね。ああいう硬派なゲームに目がないんですよね。ただですね、11月21日にもう一本ちょっと硬派なゲームが出ちゃうんですよね。その名も、プリズンプリンセス。はめられし姫たち。
これは硬派なゲームが来たな、これね。硬派なゲーム来ちゃいましたね、これね。やらしいゲームなんじゃないかって、いや、これ違うんです。聞いてくださいよ、これ。お姫様たちが閉じ込められちゃってるわけですから、このままだとね、大変なことされちゃうわけですからね。なんとか導いて脱出しようという超硬派なゲームなんですよね。まあ、命からがらの脱出になるわけですから、脱出の方法を探ってる最中に、ちょっとしたパンチラとかは出ちゃうけれども、正直命かかってる時にパンチラなんて気にしてる暇ありませんよね。まあ、そういう意味でも、硬派といえば硬派です。まあ、どうしてもでもパンチラが気になるっていう方は、セーフティーモードがありますので、まあ、パンチラをノーパンにすることができますね。ノーパンって言うとだいぶ意味変わってきますけれども、画面にパンツが一切映っていない、ノーパンティー、略してノーパンです。よろしくお願いいたします。あ、これはですね、すいません、これはもう、ゲームオブザイヤーだろ、これも。今すぐ、これ、ノミネート候補だろ、これ、今すぐ。さあ、というわけで、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題、ダダッと振り返ってみました。今週はね、すごい楽しみがいっぱいありますね。ゲームアワードのノミネートに、新作ゲームも発売されますし、ブラックフライデー一体何がどう安くなってくるのかっていうのも楽しみですから、今週1週間は結構忙しいかもしれませんね。まあ、その都度動画で情報共有したり、みんなとね、リアクションを共有できるような動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、ゲーム一緒に楽しんでいきましょう。というわけで、今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。